4年に一度、アメリカ合衆国大統領選挙の共和党、公認候補者を決定するときに開く大会のことである。略称は RNC、民主党全国大会と同様、夏に開催される。大会では、共和党全国委員会により招集された、大議員たちによって、党の基本方針である、政策考慮が決まる。また、 過半数の大議員の支持を獲得した候補が、党の大統領候補に指名され、選出された大統領候補は、大会中に副大統領候補を指名し、本選挙に臨むこととなる。民主党の全国大会には、ハリウッドの映画スターや、ロックミュージシャンなどの豪華ゲストが参加することもある。共和党の場合は、カントリー歌手が出演する程度で、派手なパフォーマンスは、あまりない。 1> 第1回大会は1856年にペンシルベニア州ピッツバーグで行われた。1940年に初めて NBC によるテレビ中継が開始され、2004年にはニューヨークのマディソンスクエアガーデン周辺が共和党大会一式に染まった。2008年はエクセルエナジーセンターで、2012年はセントピートタイムズフォーラムで開催された。 2020年大会は8月24日から4日間、ノースカロライナ州シャーロットのスペクトラムセンターで開催される予定だったが、新型コロナの大流行の影響でオンライン開催に変更。トランプ氏の2期目大統領候補指名予定。2016年の共和党全国大会は7月18日から21日までの間、 オハイオ州クリーブランドのクイックイノーンズアリーナで開かれ、初日から主役のドナルド・トランプが登壇し、会場を大いに沸かせた。その一方、本選では民主党候補、ヒラリー・クリントンに投票すると表明した、ジョージ・ H.W. ブッシュ、ジョージ・ W. ブッシュ両元大統領、ジョン・マケイン上院議員、ミット・ロムニー元マサチューセッツ州知事といった。 過去の大統領候補は欠席。これまで共和党大会に協賛してきたアップル、フォードモーター、JP モルガン・チェイスなどの大企業もスポンサーを降りるなど、経済界の一部が反発していることも示された。このような状況のもと、シリコンバレーの有力者としては、唯一の参加者となった、ペーパル創業者、ピーター・ティールが、文化戦争の不毛さを嘆きつつ、 ゲイであることをカミングアウトすると同性婚容認に消極的な共和党員トランプ派も立ち上がって盛大な拍手を送った。ディールはこれまで学生時代に政治批評誌スタンフォードレビューを創刊したり共和党員として自由主義者のロンポールを支援したりしていた。不法移民対策や経済政策では若干隔たりもあるとされているが 中東での無意味な戦争に反対している点では、ティールも、トランプと同じである。その他に熱弁を振るったのは、副大統領候補で、インディアナ州知事のマイク・ペンス、左派マクガバン候補を支援していた過去もある、元ニューヨーク市長のルディ・ジュリアーニ、指名獲得競争ではライバルを演じた、ニュージャージー州知事のクリス・クリスティ、黒人神経外科医のベンカーソンだ。少数民族、 少数人種からなるトランプ全米多様性連合に所属する眼界のリサシンはトランプの娘イバンカと同じく最終日に応援弁士として立った大会のフィナーレを飾ったトランプの指名受諾演説は予定時間をかなりオーバーし約75分にも及んだこれは過去40年間で最長だという大会の運営総責任者を務め上げたのも アジア系の女性で、マルシアリー・ケリーという人物。会場の安全対策は元より、ボランティア募集やゴミ回収などを担当するチームを組ませて、1年前から準備に取り組んでいたという。ありがとうございます。